こちらのコーナーではシャープの有機 Lディスプレイを初めて搭載したスマートフォンアコーステラを展示しております。今年の12月上旬以降に発売を予定していますが、今回の CTEC ではアコーステラのタッチ&トライコーナーを設けており、いち早くその操作感などをご体験いただけます。特にご体験いただきたいポイントとしては2点ございます。1点目がこのアコーステラの美しい表示です。パネル自体の性能に加えて、これまでのアコースで培った高画質化技術、リッチカラーテクノロジーモバイルにより、このように非常に鮮やかで美しい表示を実現できております。また、アコーステラでは最先端の HDR 映像技術、ドルビービジョン、そして立体音響技術のドルビーアトモスに両対応しておりますので、こちらのデモのように非常に臨場感あふれる映像体験がお楽しみいただけます。アコーステラの美しい表示、ぜひ直接ご覧になっていただければと思います。ご体験いただきたいポイントの2点目としては、有機Lの軽いという特徴を生かしたこのアコーステラの軽量なボディです。アコーステラは画面サイズ6インチ以上、電池容量3000mAh 超えのスマートフォンにおいて世界最軽量の約 146g を実現しています。この軽量化は有機Lの採用に加えて、軽量で強度の高い素材、側面にマグネシウム合金を、背面にアラミド繊維を用いることで実現しています。今回の CTEC では説明員が皆様に実際にお持ちいただけるアコーステラ、そして比較用のモックを準備していますので、ぜひお声掛けいただいてアコーステラの軽さ、持ちやすさ、素材感などをご体感いただければと思います。以上、有機EL搭載スマートフォンアコーステラの紹介でした。